はい、こんにちは。パーカッションの高見です。今回はディスコということでですね、ディスコミュージックについて徹底的にあだこだ語っていきたいと思います。はい、このチャンネルね、パーカッションについて特に詳しいチャンネルなんですけれども、まあ、音楽についてもより詳しく知っておいた方が、楽器を演奏する上でも音楽を聴く上でもね、全然楽しさの度合いが違うと、楽しさの次元が違うというのが持論でございまして、まあ、そういう思いで やってまますすすののでででででディスコ世代の方方ももそうでないいいね、えー、ぜひ楽しんで学ん学ただければと思いますはいでは動画の前半ではまずディスコの歴史についてザザザザザーっと解説していきます。このディスコミュージックっていうね音楽がどういう経緯でどういう生い立ちでできたのかっていうのを解説してあ、なるほどこういうふうにできたのねっていうことを分かった上で動画の後半ではですねそのディスコミュージックの音楽的特徴特に楽器を演奏される方とか、まあ、DTM とかね音楽を作る方はどういうことを 押さえておけはいそもそもディスコってなんだよって話なんですけれども簡単に言うと踊り場ですはい踊るところですね今で言うとクラブっていうところなんですけれども、まあ、世代の方もそうでない方もねおよそこのような、まあ、絵を見るとイメージしやすいのではないかと思いますでこれどこで生まれたのかっていうとですね実は起源ははフランスなんですね、はい、これはいつ頃生まれたかっていうと戦時中第二次世界大戦の頃に ダンスホールでの生バンドの演奏っていうのがそれまでは行われていた生の演奏をバックに踊るっていうね文化があったんですけれども戦時中はさすがにそれが難しいと生バンドは演奏しないで代わりにレコードを流したっていうところが始まりだと言われております、はい、このレコードに当時は針を落としてこれはくるくる回って音楽が流れていた音楽をかけていたっていうわけですね そのレコードをかけて踊るスタイルの、ね、きっかけになったお店っていうのがありまして、それが1942年できたラディスコティークというお店、フランス・パリにできます。はい。ディスコっていう名前、ジャンルの名前はここから来てるわけですね。ディスコティークっていうのはディスク置き場、レコード置き場っていう意味らしいんですけれども、まあ、ここからディスコっていう名前が来ております。はい。第二次世界大戦が終わっても、あっ、 このレコードをかけるスタイルなかなかええやないかということでこのスタイルのお店っていうのねその後もできるようになります1947年ウィスキー・ア・ゴー・ゴーっていうね今でも有名なお店がフランス・パリにできますこのお店に訪れたエルマー・バレンタインさんっていう方がですねアメリカに同じ名前のウィスキー・ア・ゴー・ゴーっていうお店を作りますはいちなみにこのお店は今でもありますはい これは余談なんですけども、このロスのウィスキアゴゴというのはもともとディスコ踊り場として誕生したわけなんですが、後に数々の有名ロックバンドが出演します。ロックですね。有名どころで言うと、ジャニス・ジャップリン、ザ・フー、レッド・ゼッペリン、エアロ・スミス、ニルバーナ、などなどなどですね。えー、あまりに有名なバンドが出演するので、ここはもうね、ロックの殿堂として伝説的な箱になるというね、面白い話があります。 1968年、サルベーション2っていうお店がニューヨークにできます。この時代のニューヨークっていうのはね、めちゃくちゃいろんな文化が交差する熱いホットスポットだったわけなんですけれども。はい。で、このサルベーション2でですね、フランシス・グロッソさんっていうのが当時画期的な発明をします。はい。その発明何かというとね、まだレコードをかけて流していたわけなんですけども、これね、曲が終わると止まっちゃうわけですよ。曲が終わったら次のレコードにね、こう、 変えなきゃいけないから、その曲と曲の間、曲間が感じた無音になってしまうと。なので、無音になるか、その間ね、間が持たない場合、こう、MC をする、喋ったりするっていう感じだったわけなんですけども、あ、これ、2枚回したらよくね、と。2枚回しといて、片方だけかけといてね。片方だけかけといて、この曲が終わりそうになったら、もう片方の曲のフェーダーをぐーっと上げていくと。するとこっちの曲がかかると。そうすれば、ずーっとこう、音楽がね、 絶え間なく続いていく、流れていくじゃんっていうことになりまして、まあこれね、今で言う DJ ですよね。はい。まあ今だと当たり前なんだけれども、まあ当時は画期的だったと。しかももうね、もうこれレコードだけあればいいんですよ。レコードとこう2枚回せるね、ターンテーブルさえ合えば成立しますから、あ、バンドやっとかなくていいじゃんと。人件費浮くじゃんと。めちゃくちゃ安いじゃんっていうことで、これがね、もうスタンダードになります。 そさまざまなディスコのお店っていうのが各地に誕生して一気にねディスコの文化っていうのが育まれていきますでディスコが育んだ文化何かっていうとやっぱりダンスですね音楽がガンガンかかってるわけなんでそこで踊るとあとセレブっていうね言葉今でもありますけどもセレブの文化だったりファッションの文化あとね外せないのがねゲイの文化なんですねディスコはまだ流行り始めた頃っていうのはアンダーグラウンドだったっていうのも ありますしゲイの皆様っていうのはねめちゃくちゃこう感性が鋭い豊かセンスがいいのでゲイの方々に認められればお眼鏡にかなうお店が作れればそれいいディスコだったわけですね当時そのゲイ専門のもうゲイの方しか入りません女性お断りっていうねディスコもあったぐらいでございます1970年頃からこのディスコでかかる曲がヒット曲になってくると。 ま要するに、ヒットチャートにランクインしてくるわけなんですね。で、この動きを見た音楽業界の方々が、おやおやおやと、じゃあ、このディスコでかかるような曲を作っちゃえば、その曲ヒットするやんっていうことになりまして、ディスコミュージックが生まれるっていう感じです。要するに、ディスコでみんな踊りたいわけですから、踊りやすい、まあ、そしてね、親しみやすい、えー、覚えやすいメロディーだったり、 特にこうセンスのいい方々にもね、認められるような音楽を作っていこうよっていう感じです。具体的な内容としては、まあ、それまでにあったソウルミュージック、ファンクミュージック、あと特筆芝居はフィラデルフィアソウルっていうね、えー、ジャンルがあります。フィリーソウルなんて言ったりしますけれども、このフィラデルフィアソウルっていうのはね、簡単に言うと白人向けのソウルミュージックっていう感じです。ザ・スピナー i とか、ザ・スタイリスティックスとかですね、ソウルミュージックなんだけれども、弦楽器、バイオリンとか、 入っちゃってちょっとおしゃれでムーディーで小気味よく乗れるみたいなね、えー、イメージがありますけれども、まあ、そういう音楽の要素を取り込みつつディスコミュージックっていう音楽を作っていったっていう感じです、はい、具体的なアーティストで言うとバン・マッコイ、ね、ハッスルっていう曲がめちゃくちゃ有名めちゃくちゃヒットします、はい、あとはドナ・サマーですねもうディスコの女王ドナ・サマーあとビージーズサタデー・ナイト・フィーバーっていうね映画が 今後の後大ヒットしてもういっぱいに知れ渡るわけなんですけどもそこで音楽をね多くやってたのがビージーズっていうグループですあとビレッジピープルこれはさっき言ったねゲイを前面に押し出したゲイのグループなんですね YMCA ってね、えー、大変有名な曲がありますあとマッチョマンとかねそしてバンドでね、えー、今でもいらっしゃいますけどもクールザギャングそしてそしてアースウィンドファイアーといった、えー、ところが有名かなと思います 今これアメリカを中心に話してますけれどもここからもうね世界的な大流行大ヒットっていう感じになりますので、まあ、日本でも流行しましたし本国っていうかねもともとこのディスコってフランスから始まってますからヨーロッパ圏でもね数々のディスコのグループディスコの音楽っていうのが生まれます。 はい。いかがでしょうかまあ、かなり駆け足だったんですけどもね、ディスコの歴史、大まかには理解できたんじゃないかなと思います。では、ここからは、そういったディスコでかけられるね、音楽、ディスコミュージックについて、いろいろ語っていきたいと思います。はい。で、今みたいな歴史背景がありましたので、このディスコミュージックっていうのは、自然発生的に生まれた、なんとなく流行したものというよりかは、かなり作為的に、人為的に作られたもの、人為的にこうヒットさせるごとくね、 作られた楽曲っていうのが多いっていうことはね、なんとなく読めるんじゃないかなと思います。要するに音楽業界、音楽レーベル、音楽プロデューサーの、ねえー、方々、大人の方々がね、よし、次はこういうヒットを出すぜって、狙って作っていくわけ、狙い撃ちしていくわけね。というわけで、ドドン、ディスコミュージックの特徴ということでね、これ多分に僕の解釈も入るんですけれども、ザザッと説明していきます。とにかく、ポップ、大衆向け。えー、とにかくね、なるべくマスに、 なるべく多くの人に届けたい、楽しんでもらいたいということで、従来のソウルミュージック、ファンクミュージックよりも、より踊りやすい、リズムが取りやすくて、覚えやすい、メロディーが覚えやすくて、みんなで楽しみやすい、みんなでね、ディスコでウェイウェイするような楽曲が、まあ、もてはやされるっていうか、そういう曲を狙って作っていくわけね。はい。具体的には、ハッピーなストリングス。<laughs> はい。まあ、ハッピーじゃない場合もあるんですけど、ストリングスっていうのは弦楽器ですね。バイオリンとかビオラとか。 ストリングス、フィリーソウル、フィラデルシアソウルの影響を受けてストリングスが入っております。そして、明確な8ビートっていうのがあります。8ビート何かというと、音楽っていうのは吐くビートっていうものがね、あります。ワン、ツー、スリー、フはい。今こう歌って叩いた。これがビートですね。で、大抵のポップス、大衆向けの音楽っていうのは、今みたいに4カウントをぐるぐる回していく。 はい、譜面で言うと今のはね一小節分っていう単位なんですけれどもこの倍っていうことでね8ビートっていうのはつまり 1&2&3&4&1&2&3&4& この間が感じられるとつまり1234567812345678このようなビートであるということです。 それまでのビート感っていうのをね、まあ、ちょっとドラムでやると分かりやすいのでやってみますけれども、まあ、例えばソウルミュージックの代表的なシャッフルっていうね、リズムがありますけれども。はい。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、スリフォー。この後ろを強調しているバックビートとかアフタービートと言われますけど、こういうビートだったり、えー、ロック、ロックンロール。 はいまあ、いわゆるドッタンドドタンってやつですねで過去のワークショップや動画でも解説しましたけどもジェームスブラーのファンクっていうのがありますねはい、まあ、これ日本では結構ね16ビートとして取り正されることがあるんですけれどもどっちかというとね重要なのはこのビート感なんですねこのファン っていうえー、この鋭いビート感が人を踊らせるっていうことが発明だったわけでここにね、えー、ディスコも影響を強く受けておりますでディスコはとにかく大衆向け分かりやすく分かりやすくみんな踊らせたいっていうことなんでこれをねもう全部キック要するにバスドラムですねもうワン・ツー・スリー・フォーワン・ツー・フォーってもう全部強調しまおうと全部ついて全部鳴らしてあげれば分かりやすいじゃろうと いうこことでれれが採用されますボンボンビートなんでね言ったりしますけれどもこれがいわゆる四通打系のドラムっていうやつでこの裏をハイハットで鳴らすとあよく聞くやつになってきたと。 はい、まあ、これがディスコのいわゆる腰痛地、はい、今のドラムのブッツブッツブッツっていうのに合わせてねベースも弾かれるわけなんですけれども特にディスコで、えー、有名というか特徴的なベースラインははいこういうの聞いたことありませんかね、まあ、これ要するにドッ,ドッドッドッドっていうバスドラに完全に シン・ツー・スリー・フォーワン・ツー・スリー・フォーはいでこの間も埋めてるつまり1ン・エン・ツー・エン・フっていうのを、まあ、例えばこの音だったらこの1オクターブ上の音で1ン・エン・ツー・エン・フ という風に交互にやるのでまあ、これオクターブベースなんて言ったりしますこういうね特徴的なベースラインがありますはい、あと特徴としてはキーボード鍵盤楽器ですかねそれまで特にロックとかファンクっていう音楽はエレキギターが主体だいたいその伴奏のね、えー、和音をつける楽器の主役ってギターになりがちだったんですけれどもそのエレキギターエレクトリックの 発達と合わせて鍵盤楽器もねキーボードいろんな種類のキーボードっていうのが当時出、えー、始める作られるわけなのでそのいろんなね面白い音色だったり、えー、キーボードのメロディっていうのが主体となって、えー、作られていくっていう感じになります。はい、これらを踏まえてディスコのグルーヴ、ノリについてもちょっと触れていきたいんですけども。 まあそんな難しくないですよね。誰でもこう乗れるっていうことを前提に作っている。まあ、黒人さんでも白人さんでも,もうどなたでもいらっしゃいっていう感じなのでめちゃくちゃわかりやすいと。明確なオンビート。オンビート何かっていうとワン、ツー、スー、フォー。はい。このワン、ツー、スリー、フォー、ジャストで乗ることをオンビートでいます。これがかなり明確、明瞭でありますということなんですね。で、これ比較するとわかりやすいのが JB、ジェームス・ブラウンのファンクのグルーブ。 1,2,3,4同じじゃんっていう感じなんだけども、JB の方は、ワー、ツー、スリー、フォーっていうようなね、感じ。この違い分かりますディスコの方は僕のイメージだと、ワー、ツー、フリー、フォー、ワー、ツー、フリー、フォーって感じなんだけど、JB の方は、ワー、ツー、フリー、フォー。このね <laughs>、鋭さっていうか深さっていうか、もうこの勢いが違うっていう感じね。JB の方は、とにかくこう、エッジ ショットガンのような鋭いビート感なんでこの間がより精度高く細かく感じられるこのワンツースリーフォーを強くつくと人々はこう乗れるんだっていうところから発展してさらにそれを分かりやすい形にしたっていうかな 甘口にしたっていうか食べやすくしたっていう感じなのでこのディスコグルーヴはワン・ツー・フリー・フォーなんだけどワイ・アチュえあって細かく取るのはね多くの人は難しいですからこれをワン・エン・ツー・エン・フリー・エン・フォー・エン・ドッツ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 ッ でまだパーカッションの、ね、話をしてなかったんですけどももしパーカッションでこういうディスコの楽曲演奏する場合どうしたらいいかというところなんですけども大きく2パターンねアプローチが考えられると思います1パターンはこれこの明確なオンビート出せばいいということです、まあ、ドラムとかベースがねこれを強調していることがほとんどだと思いますのでこれに乗っかるっていう形かはたまた乗っからない完全なもう上物になってしまうっていうことですねもっと細かい アプローチをしたりして、えー、このドラムベースの下支えの上で味付け要因として、えー、細かく振る舞うといった形になります例えばやってみましょうか明確なオンビートを強調する場合は 1&2&3&4&1&2&3&4& なんで例えば今回でやると and, two and, three and, four and, one and. もうこれでいいわけね1 で片方をオープンにしてーン・ーン・ので後半変化をつけると one a n ン・ two and t h r e ー・ a ン d four and one and two and three and four こうなんだ、ねはい、ねもう一つのアプローチ完全に上物になってしまうっていうね 話をしましまたけれども今みたいな 1&2&3&4& に対してこう浮かせるにはねちょっとこうずれていくっていうかシンコペーションって言ったりしますけれどもそういうリズムが重要になってきます例えばこんなのありますって感じねこれはね超よくあるイディオムっていう感じなんですけどもタタン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 みたいな聞いたことありませんかね まあいろんな曲が思い浮かぶと思うんだけれどもまあこれをコンガでやるとまあただねトトントトンってやってもね面白くないので例えばこうオープンとオープンスラップこれを交互にやってトトカカトトトトカカみたいなはいこういうのやるとものすごくね コンガがアグレッシブに攻めてるなっていう感じで演出することができますので曲とか場面によってはこういうのね使ってもいいかなと思いますはいというわけで今回はディスコについていろいろと語ってみました何か参考になればね幸いです最後にコンガとあとカウベルでよく演奏することがありますのでこの演奏例っていうのをお見せしながら終わりたいと思いますはいそれではまた次の動画で会いましょうバイバイ